八代秋は日本の演歌歌手、女優、タレント、画家。本名、増田秋よ。旧姓、橋本。熊本県八代郡近藤村出身。読みは異なるものの、芸名は出身地の八代市から取っている。幼少の頃から父親の歌う老曲を子守歌代わりに聴きながら育つ。そうした影響もあり、八代は歌好きの子供になり、 地元の歌唱コンクールなどにも出場していた。八代が小学5年生の時、たまたま父親が買ってきたジュリー・ロンドンのレコードを聴き、そのハスキーボイスに見せられる。もともと自身もハスキーボイスの持ち主だった八代は、その声に若干のコンプレックスがあったが、ジュリーの性質に勇気づけられ、クラブ歌手になることを意識するようになる。中学卒業後、 地元熊本のバス会社九州産業交通のバスガイドとして勤務していたが、15歳で父親の反対を押し切り上京。銀座のクラブ歌手となり、スタンダードやポップスなどを歌った。1971年に、定築より、愛は死んでも、でデビュー。読売テレビのオーディション番組、全日本歌謡選手権に出場して10週連続勝ち抜きで、グランドチャンピオンとなる。 1973年に涙恋が120万枚とヒットした後も、忍び恋、まなひとすじ、女の夢、ともしび、花随線、もう一度会いたい、女港町、愛の終着駅など、女心を歌った歌で、次々とヒット曲を連発する。1979年に新境地を開拓した初の男歌、船歌が大ヒットし、1980年に発表した、 雨の母上で日本レコード大賞を受賞する。これら2曲は港町絶唱と共に悪友、浜啓介、龍崎隆史のコンビによる愛連三部作とされ、NHK 紅白歌合戦では2年連続大りを務めて演歌の女王と称された。1982年、センチュリーレコードへ移籍して、海猫、日本海、小伊勢川などを発表する。 1986年に日本コロンビア遺跡。1987年に個人事務所設立。1990年に花束を発表。ポップス調バラードの同曲は、八代の新たな一面を引き出し、演歌主体のファン以外からも支持されて、ロングセラーとなった。2012年、日本コロンビアに所属しながら、同社了承の下で、 小西康史プロデュースによるジャズアルバム夜のアルバムをユニバーサルミュージックジャパンから発売して世界75カ国で同時配信され歌手活動42年目で世界デビューする。マレーシアの iTunes ストアジャズチャートで1位、シンガポール2位、台湾4位、香港7位、オリコンアルバムチャートのデイリーチャートで最高9位、週刊チャートで最高20位を記録し、 ヒット作となった。オリコンアルバムチャートトップ20入りは34年ぶりである。11月9日にジャズ歌手としてブルーノート東京のステージに立った。2013年3月27日にニューヨークの名門ジャズクラブバードランドでライブを開催し、8台が同系するヘレン・メリルをゲストに招き初共演し、4月29日にライブの模様が NHK 総合テレビでドキュメンタリー番組演歌の女王ジャズを歌う八代ロアニューヨークでの挑戦として放送される同番組が反響を呼んで8月21日に当日のライブを収録したアルバム夢の夜ライブイニューヨークが発売され9月7日に開催されたジャズフェスティバル第12回東京ジャズに出演するなど現在は演歌のコンサートと 並行し、ジャズライブも積極的に実施している。2015年10月、寺岡予備とプロデュースによる初のブルースアルバム、愛イ愛アマイナスを発表し、11月に3年ぶりにブルーノート、東京で、秋ヤシロアユスペシャルナイトを、12月に、東京国際フォーラムにて、ヤシロアキかクリスマスコンサートを開催する。2017年10月、 ジャズアルバム第2弾となる夜の続きを発売し、前作夜のアルバムに続いて iTunes ジャズチャートで1位を獲得する。同作品の発売を記念して11月にブルーノート東京、12月にビルボードライブ大阪、2018年1月にブルーノート名古屋でジャズライブを開催する。年間を通じて全国を巡るコンサートやディナーショーは演歌。 ジャズ・ブルースを構成した内容で、ジャンルレスを掲げた公演を続けている。演歌歌手では珍しく全盛期の楽曲すべてが連続ヒットし、女性演歌歌手の中では、総売上枚数がトップである。オリコンのシングルチャートにおけるトップ10、獲得作品数も通算7作で、2011年6月に、水森香織が8作連続シングルチャートトップ10を、 更新するまで、女性演歌歌手歴代1位を続けた。アルバムにおいても、オリコンの総合アルバムチャートのトップ12 5作品があり、演歌歌手としては、氷川清五木博森慎一に次ぐ、第4位である。総合アルバムチャートトップ10獲得連続年数は1974年から1976年まで3年連続で、 オリコンによれば2007年9月現在で演歌歌手として7年連続の氷川きよし、4年連続、五木博史に次ぐ第3位である。オリコン100位内にチャートインした作品のみ、掲載1973年第24回に初出場以来、1987年第38回まで15年連続で出場。その間に鳥3回、トップバッター1回を経験。 1988年は千に漏れ、翌1989年、第40回に再出場するが、八大自身もベテラン歌手であるにもかかわらず、その後は大物が立ち並ぶ終盤からは外され、番組の前半に曲順が回されるなど、曲順上例偶されて、1994年に2度目の落選。 1999年に50回記念で夏メロ重視の先行となったことから2度目の再出場を果たし、その後3年連続で出演するが、多ジャンル化を目指した2002年の紅白で3度目の落選以降は出場していない。他多数、ありがとうございます。